はい、どうも、こみです。さて、本日はこちら、つむぎ組さんからですね、お届けしていきたいというふうに思います。タウンホール12のプレイヤーの方にね、今日はお待たせいたしましたの動画になるんですけども、私のチャンネル、ちょっとその前にですね、簡単に宣伝というか、クラン対戦の動画中心に、お届けをしております。解説の動画ですね。で、クランにいて、対戦で星さんが取れるかどうかって、やっぱり大きな、モチベーションを左右する要素だと思いますので、まあ、そこでこう悩んでらっしゃる方のヒントになるような動画がお届けできればなというふうに思っておりますので、ぜひですね、これ最後までご覧いただきまして、あ、これいいなというふうに思ったら、グッドボタン、またチャンネル登録まだの方は、そちらの方もお願いできたら大変嬉しく思いますというところで、本日のテーマは、ネクロ尽くし。ネクロ尽くしでいきたいと思います。いやね、これね、12のネクロって、マジで強いよ。ほんと強い。なんでこんな強いんですよね。っていうのは、まあ、シンプルで、レベル最大のネクロマンサーが使えるからなんですね。まあ、これにつきます。で、タンボール13で、スパネクだって、普通のネクロだって、もう超主力級のユニットじゃないですか。ガンガンね、もう場に出てきてると思うんですけども、それと同じレベルのネクロマンサーが、タンボール12で使えたら、しかも、2020年冬のアップデート前って、タウンホール13の枠数ってこの12と同じ280だったわけですよ。その同じ枠数で使えちゃ、同じ枠数でネクロが主力だったところを、だからその同じレベルの強さの戦術が12で使えたら、それは強いよっていう話ですよね。どう考えても弱いわけがないというところなんですけども。いや、これね、ヨロモードさんに、ここにね、つむぎさん勝って、たんですね。言ってさ、パーフェクトだけども、見てほしいのはここ。68対69。これですね。言って、つむぎ組様が多く残してるんで、手数残しの差で、勝利ということです。見てください。これすごいよ。メンバー。アサスさんでしょ、ニャロメさんでしょ、もうさ、クラウスさんにさ、ガクさんにさ、こんなもう超オールスターの、ワールドオールスターズみたいなクランですよ。そこに、勝つっていうね、つむぎ組が、どんなネクロ攻めをするのか、もう今からね、楽しみでしょうがないでしょう。見ていきましょう、ぜひね。まずは、翔一さんのアタックですね。本日見てほしいのは2つあります。1つは、ドバ出し系のネクロ攻め。もう1個は、スパネクです。で、どちらも、ライトニングとネクロマンサーが、肝なんですね。まあ、ここでなんか謎かけができるかと思ったけども、ちょっと浮かばないから、ダメだった。なんかいい謎かけ欲しいよね。ライトニングとネクロマンサーが肝なんで、その心はみたいなね、感じでいけたらいいんだけど、なんかいいのあったらコメント欄ください。今度使います。はい。で、ヨタ話をおっしゃいましたけども、ヨタ話って古いから無駄話ね。これですね。まず、ドバ出し系の編成で攻めていく場合のポイントは、インフェルノを、クエイクプラスライトニング4個で折っちゃうっていうことなんですね。こっから始める。で、今この、ニャラメさんの村見てみると、こう線を引いたときに、やっぱですね、こことここにあったインフェルノタワーっていうのが、今この線引いたこっちの上側っていうのは、この部分の、守りの要になっているわけなんですね。で、そこをまず、ライトニングで潰してしまうことによって、上方面っていうのを比較的少ないユニットで制圧する。ですね。で、やっぱ火力が強いのはこの部分なわけですよ、ここ。で、ここに関しては見てもらってわかる通り、大量のネクロマンサープラスヒーローを流し込んでいって、力対力で押し切るんですね。なんで、呪文対少量のユニットで押し切る上方面と、主力の、ユニットの数で押し切る下方面っていうふうに2つにこう切り分けることができるかどうか。これができるかどうかっていうところをまず見てみて、つまりライトニングクエイク、8発2発のライトニングクエイクですね、2箇所に、インフェルノ周辺にこの呪文を落とすことによって今言ったパターンが作れるんであれば、このドバ出し系の攻め方でやっていくっていうのがポイントになってきます。で、作れない場合には諦めることなかれですね。スーパーネクロマンサーが僕らにはいるわけですよ。かの有名なスーパーネクロマンサーさんですね。もう彼女らの力を借りればいいわけなんで、まあ、結局のところ何が言いたいかっていうと、ネクロマンサーさえいればいいんじゃないかというふうにね、思うわけですよ。大げさに言うと。だって、今回のこの、つむぎ組さん、タウンホール12のプレイヤーが前回撮ってるの全部見てみましたけども、1個だけ、ドラゴンで撮ってたかな？あ、違う、ラバルだわ。天才ラバルで撮ってましたけど、それ以外全部、これから見てもらう、このドバ出し系のネクロ、またはスパネクで撮ってるんですね。だから、これぐらいの世界トップレベルの、選手たちの戦いにおいて、タウンホール12は、この2つのネクロ
戦術があれば全部全開できちゃうっていうことがもう事実としても証明されてるので、これを覚えない手はないじゃないですか。ぜひね、これ迷ってたらやってほしいんですけども、僕もね、ちょっとでも僕今最近ドラゴンにハマってんだよな。でもスパニックは一応使えるようになってるんで、あとこのドバ出しもちょっとね、これから覚えていきたいと思います。結構あれですよ、不確定要素が多いように見えて、抑えるべきポイントを抑えるといけるんじゃないかっていうことをね、本当に強く思わせてくれる。なんだ、この紬組さんのアタックですね。で、これ、ガクさんの配信に対する回転伝さんのアタック見ていきたいんですけども、これはもうね、完璧にこの攻めが刺さるなっていう感じ。中央のね、部分がマルチインフェルノになってるのが少し怖かったんですけども、ちょっと待ってくださいね。一旦これ止めてさ、見てみると、ここ、マルチインフェルノ、この周辺部分っていうのをライトニングでこう落としちゃったとしましょう。こうやって。落とした後の村の感じをイメージしてみてください。こうやって。落とした後って、ここね、ここにランチャーを突っ込ませれば、どうでしょうね。周辺の派生部分、この辺も含めて、全部、ネクロマンサーと、あとは、アーチャークイーンで射抜いていけちゃうんじゃないかなっていう気がしますよね。で、最後ここにジャンプ打ってあげるって感じなんです。そんでタウンホール落とす。で、タウンホールまでもう落ちちゃえば、あとはネクロマンサーを止めれる防衛なんてなんもないわけなんで、もうそこまでが勝負ですよね。で、自由なのはこの部分、ここの、インフェノタワーをまずパッと見て、あそこにライトニング落とした場合、あと、こう狭い範囲に敵の主力防衛がここね、なんかもう汚ねえな、真っ白になってきた。ここね、狭い範囲に敵の主力防衛が固まってるから、じゃあここを一気に突破しちゃえばいいよね。で、そのまま突破した先に、あるタウンホールまで落とせるかなっていうところですね。ここが見えてくると、この攻めができるかどうかが多分、イメージがつくんじゃないかと思います。完全にこれもう、ここがさ、めっちゃと思った。ここがこうカット効いてるわけなんで、出したネクロマンサーたちが、みんなこうね、向かってくれるなっていうのは見えるじゃないですか。こういうやっぱりね、カットができるかどうかですよね。で、この後出してくるこのバルーンもしっかりこのアチャ島を壊すことによって、ネクロマンサーたちが、あまりにオーストにこう反れないように、注意をしてるわけですね。いやー、すごいよね。で、このまま、ランチャーからの、ね、ネクロマンサーグランドウォーデン。で、ワンテンポ置いて、ここですね、ちゃんとこのアチャ島とかイーグル砲に、キングクイーンが向かうなっていうところを作ってからのキングクイーン島が、このワンテンポを遅らせるのめっちゃ大事ですね。日本のその、まあ、ゴリネクロボーラーのやっぱ先生と私が思ってるジュンクさんもね、やっぱもう、一呼吸、2秒間ぐらい待ってからのキングクイーン重要ですって言ってました。やっぱね、そのタイミング、もう海底店さんこれ完璧ですね。キングクイーンしっかり中に入って、見てください。これこの状態で、おそらくもうこの絵はもう読んでたと思うんですね。ここがないでしょう。だから、少量のネクロマンサーが外周からこうね、カットをしてくれていて、大量の主力部隊がここからもう余裕で、数の力で押し切ってる。さっきの1本目と同じですよね。中央部分はもう数の力で押し切るって感じなんですね。で、相手の防衛と当たるところでトームをかけていって、ストライカー、あとスーパーガーゴイル、相手のバーバリアンキングから、ヒーローたち、あとネクロマンサーと本体を守っていくという感じですね。もうネクロの数がえぐくない？これ。ちょっと、ごめん。このネクロの数。これがこう中央に入ってきてしまえば、もう、マルチインフィルムなんかあったけどさ、もう一瞬よね、一瞬でもう、うわわわみたいな感じで突破していっちゃうっていうさ、このもうスピード感たるや。で、ギガテスラがやっぱり、なんだ、スピーディーかつ大量のユニットにダメージを与えるんですけども、イエティだったりババキンだったりが盾になってくれてる間に後ろからスケルトンがどんどん迫ってくると、もうやっぱ数に勝てないんですよね。で、その数の力で一気に押し切ってしまって、あれよあれよという間に、まあ、ウィズトはちょっとね、やっぱね、まあね、スケルトンにとってはあまり相性の良くない相手ですけども、だけども、これだけネクロンがやっぱ残っていると、まあ、そのウィズトですらちょっと大した実際の感じですね。最後は、多少ネクロがやられはしましたけどもね、この壁が突破できなかったんで、あとそのまま残ったユニットたちで押し切っていくという感じですね。この上方面にいるネクロが結構残ってたかな。この2体が、やっぱですね、迫撃砲の結構ダメージを受けて少し苦しかったんですけども、そのまま押し切ってくれましたね。これが、ドバダシ系のネクロをやる場合の、おそらく村の味方のポイントなんじゃないかなって思うところです。もうちょっとこのね、プラスアルファでこういうところを見るべきだよっていうのがあったら、ぜひ、コメント欄でも教えてほしいんですが、まあ自分が思う限りこの辺かなっていうふうに思います。
で、早速ここからはですね、スパネクの方を見ていきましょう。こういうような村には、やっぱですね、ネクロマンサー攻めって少しやりにくいかなと僕は思いました。どんな村かっていうと、ここですね、マルチインフェルノがまあ3本あって、どこを、やっぱりその、なんていうかな、この3つのうち2箇所をライトニングで落とすっていうことになるわけなんですけども、まあ落とすとしたらやっぱり、自分だったらこっちかな、ここを落として、あとこっちも落とすかな、で、落としていきながら、結局、この枠の中、この辺を、こう、ネクロマンサー通していくっていう形になるんですけど、もうそうすると、やっぱり、ここの面からネクロ出すじゃないですか。出した時に、こう、横ぞれしますよね。で、ここの壁が結構厄介なんですよ。中に入ったネクロマンサーも、ここの壁の中から、壁の外から、このマルチ居抜けないし、当然外側のユニットも居抜けませんよね。まあ、スーパーボールブレイカーで壁開けるっていう手もあるんだけど、そこまでするかっていう気がするから、やっぱそうですね。やるとしたら、だから、ここの面にランチャーを刺していくっていうパターンになるんだろうけど、そうすると今度こちら側、上方面が手薄になってしまって、ユニットがやっぱ足りなくなるだろうし、みんなこっちに取れちゃったらね、タウンホールまで行くための主力がやっぱいなくなるんで、こう入り組んでるんでね。こういう場合はちょっと、ドバッと出したネクロボーラーのルートが作れないという話になってきますね。当然だからこの、インフェルノを壊しながらタウンホールに迫ってくるルートが作れないとこの攻めって、機能しないので、じゃあ、ドバ出しは無理だから、スパネクで行きましょうという発想になるのかなというふうに思います。で、この攻めの基本っていうのがグランドボデンをで引き出してしっかりこれですね、対空砲に当たらないところにヒーラー出してるのがうまいですね。で、クエイクライトニングを使ってインフェルノタワー、なるべくならクロスボウインフェルノタワーを、巻き込んでこう壊すことができると結構美味しいです。今回は、インフェルノタワープラス、相手のグランドボデンをですね壊していって、ごめんなさい、グランドボーデンの、ここですね、カットと合わせてこういう風に深くカットを入れていきます。この絵は自分の動画でよく描いてるんで、もう皆さん見飽きてるかもしれませんけども、この絵のように深くカットすることすごく重要ですね。そうすると出したスパネクが逆方向にはいかないので、しっかりと狙った方向に行く。で、そのタイミングを測ってのこれキングと投下兵舎の投入っていうのも、これはもう完全にタイミングですね。非常にナイス、超うまいですね。で、そのままここね、見てほしいのはタウンホールの爆破に合わせないんですね。トームを。スーパーネクロマンサー使う場合気をつけたいのは、スパネクにダメージが入らないようにトームを使うっていうのはもったいないと思うんですよ。自分が少なくともそれ何度も失敗してるんで、やめてもらった方がいいと思います、皆さんも。で、どこのタイミングでじゃあトーム使うのって言ったら、見ててください、これ。はい、アーチャークイーンがやられそうになりましたね、これ。今これ使ってなかったら尺弾で、アーチャークイーンおそらくクローク吐かされたないしは、吐いたとしてもイーグルのダメージ食らってそのまま落っこっちゃったと思います。ここなんですよ、ここ。要は、ダメージ食らった後に、そのダメージを回復させる時間を稼ぐためにトーム使うっていうのがいいです。スパネクやる場合、これめちゃ難しいんですよ、タイミング測るのが。難しいんですけども、まずはこうやって密集して、きっちり壁の中に入れていくっていう技術がまず必要なのと、反らせないってことですね。バラバラにさせないっていう技術が一個いるのと、あとトーム使うタイミングは、いっぱいダメージを食らうところでトームを使うんじゃなくて、スーパーネクロマンサーと、あとアーチャークイーン、これって、数があんまりやっぱ積めないので、1体でもやられると結構、苦戦しちゃうんですよね。やられるタイミングで使って回復の時間を稼いであげる。このトームの使い方のタイミングをうまくこう覚えておくっていう、まあ、この2点ですね。ここを気をつけながら運用していくと結構スパネクは伸びると思います。なんで、今回のもう完全にこれ、今のトームタイミングもバッチリですね。しかも援軍で出てきたバルキリーが外周ぐるっと回って、これ見事 U 字型に回ってきましたね。ここからバルキリーがうわーって回ってゴールまで到達する。もうカットも完璧なんで、もう時間的なものも超余裕ですね。2分20秒ぐらいの展開になっている。だこういう形でやっぱ火力がもう圧倒的にスパネク高いので、ミスさえしなければもう余裕で村を全開できるポテンシャルは持っているというところで、今の辺を気をつけてもらったらいいんじゃないかと思うんですけども、まあ実際だと難しいんですけどね。僕もこう言いながらタウンホール中にマジスランプでポンコツのボンクラでもう取れなくて取れなくて苦しんでるんですけど、一緒に頑張っていきましょう。ぜひですね。タウンホール中に私も素人レベルです、多分。で、なんでまあ、こうやってね、自分で解説もしながら、インプットとアウトプットをこうね、繰り返して自分のスキルアップにもつなげていきたいという思いがあるわけです。はい。うまいこと言ってますね。で、ここ、ライトニングで壊してから、こういう風に見てますね、ここ。この部分を、
カットしておいて、でスパネクをこちらから出してタンホール側に入れていくという感じですね。その際のごめんなさい、キングと東海市のカットのタイミングも非常にお見事ですね。こう出すことによって出てきたスパネクはちゃんとこの隙間からこうタウンホール側に入っていく、こんなルートを描いていってます。このまあダクエリのポンプが壊せればまあなお良かったんでしょうけど、まあ、今回残っちゃいましたがそんな問題はなかったですね。スパネクがこう横から行きました。まあ、これにもしもスパネクが直接反応して壁の中入らなかったら結構大惨事になったと思うんですけども、ここは誘導うまかったですね。でしっかりトームまだつかないでしょ、トームほら。我慢するんですよ。で、レイジヒーラーで回復させているんですけど、アーチャークイーンと、あと、スーパーネクロマンの体力見てますね。で、スーパーネクロマンさんがやられるところで、相手やられちゃった。ちょっとトームが遅れちゃったかな。このタイミングで使うかと思ったら使えなかった。少し遅れましたけども、はい、これ。スーパーネクの体力がこう減ってますよね。で、これで回復させる時間を稼ぐために、ここでトームを使っていくわけですね。なんで、早々、タウンホールにトームを合わせるってことはしませんでしたよね、オポティニさん。やっぱね、このタイミング重要なんですよ。でやっぱね、その、全部の体力をしっかり管理しながら、トームだけを見るのって結構難しいですよね。マジで。まあ、なんで、こうやってやっぱですね、相手の火力が上がるところでは、まあ、1体ぐらいやられちゃうってこともあるんですけども、でもやっぱそれでも、温存できる体力っていうのをしっかり温存。ということができているんで、このままあとは残ったスパネク2体とアーチャークイーン、ビッグボーイですね。で、押していって全開まで持っていくという形になります。アーチャークイーンがやっぱ最後まで残るかどうか大きいですね。残ってくれると回収も早いし、あと、このビッグボーイを盾にして、ビッグボーイとこのでっかいスケルトンのセコイス盾にして、スパネク本体とアーチャークイーンが一緒になってこうですね、防衛壊していってくれるんで、まあ、そこの効果がめっちゃでかいですね。いや、うまいですね。ただ、まあ、この二つの攻め方を極めれば、今の環境、タウンホール12ってバリバリ取れると思うし、今11位の方もこれからタウンホール14が出てくれば、まあ、多分12に上げていくと思うんですよね。ってなった時に、まあ、最初ヒーローのレベル低いじゃないですか。だからこそ、ユニットでカバーしなきゃいけないと言った時に、選ぶべきユニットは間違いなくネクロマンサーです。もう、速攻でラボを上げて、速攻でネクロマンサーのレベル上げたらいいと思います、僕。マジで。で、上げて、レベルマックスのネクロマンサーが使えるようになれば、あと、まあ、次ヒーラーとか、その辺かなをレベル上げてあげることによって、あとまあゴーレム、ボーラーぐらい、まあ、その辺ですね、上げていくことによって、もうこの編成、まあ、ヒーローレベルが低くても全然運用できますので、もうガッチガチに使ってもらってですね、タウンホール12になりたての方も、まあ、これからもう少しタウンホール12やるぞという方もですね、対戦でネクロマンサーの、強さを謳歌して、ね、もらったらいいんじゃないかなというふうに思います。はい、というところでですね、本日は紬組さんのヨロモードさんとの対戦の中で、これちなみに CWL ですね、世界大会、です。世界レベルの大会ですね。簡単に言っちゃいましたけども。そこでのネクロ攻めのアタック見てもらいました。どうでしたか？これやりたくなるでしょ？マジで。本当に。ぜひね、試してみてもらえたらと思います。気持ちいいですよね、やっぱネクロマンサーの、特にドバ出し系って決まると。なんで、僕はまだドバ出し系上手くないですけども、一緒に練習していきたいというふうに思いますので、一緒にやっていきましょう。また、私の動画ですね、タウンホール11から13までこう幅広く、対戦機の動画の解説やっていきますので、今後もですね、ぜひご視聴いただきたいというのと、この動画は参考になったと思ったらグッドボタン、あとチャンネル登録の方もよろしくお願いできたと思います。で、最後に、もしですね、ネクロマンサーと、ライトニングとかけてといういい謎かけがあったら、今度使いたいんで、コメント欄で教えてください。というところでですね、本日の動画を終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。